おはようございます。谷さんです。谷さん、体力なし、お金なし、時間なし、勇気なし、何も持ってない人です。僕にできることは大体誰にでもできるような、そんなチャンネルとなっております。今、大阪の堺市、人多いな。大泉緑地公園に来ております。今日は、自転車系 YouTuber が集まるイベント、ホタクエ、に参加させてもらいます。 YTK システムさん主催もう全部裏方やってくださって、で、あ、見たことあるわーっていう人ばっかり集まるっていうね、そんなイベントです。なんか後ろ向きに歩いてる人がいるな。うわ、めっちゃ腹減った。うわ、ちょっと道間違ってたし、はあ、あ、すいません。よいしょ、やばいやばい、遅刻するぞこれ。あの高速道路、高速で来たんですけど、車来て、なんか間違えて道30分ぐらいロスしましたね。うわ、めっちゃいはるわ、すごいな、すごいな、みんな撮影してるわ、すごい。どうしたんやろな、これ。大丈夫です。すいません、ご心配。どこ止めよう。震えてきたわ。大丈夫です。これ、これ。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お、奈良さん、おはようございます。あ、伊佐さん。谷さんです。わかりやすい。え、そうそうそう。いや、もう。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、こちらこそ今日ありがとうございます。あ、いやいや、全然全然。そんなそんな、私はもう何も。めっちゃ人多いな。すごいですね。震えてきましょう。震えてきましょう。いや、こんなに集まることないじゃないですか。そうですよね。YouTube。どんな感じになるかわからなくて。すごいな。見たことある人多いな。伊佐アナさん、すごいな。あ、ミズリットルさん、あれ B4C さん、なんかパンクしたって。いや、結構ヤバめでしょあれ、割れてたし。ちょっと日陰がいいっすね。え、いや、サイン、おはようございます。みんなのサインを集めてるんで、あ、顔出ししてないですけど、谷さんと申します。あ、マウンテンバイクの、そうです、マウンテンバイクで来たんですね、今日も。今日来ました。現時点で不要なものとかあったら預けといてください。どうしたやろな。大丈夫っすね。いや、会場着いたんですけど、あの、圧倒されてます。圧倒すごいわ。ポジションとかないから、なかなかないよ。ここは道草ペダルさんと七七さんですね。で、赤淵さんですね。どうも、あ、谷さんです。すみません、顔出ししてないんで、わからないですね。はい、すみません。今日はソロスか。ソロス。そんなに世の中に YouTuber っているんですね、自転車系の。あ、来はった。おお、すげえ。ミッシャンさん、ミッシャンさん、すげえな。オーラがすごいわ。オーラが。すごいっすね。あっつ、みんなすげえな。
っと端っこの方にいときますわ、もうずっと僕もあの日陰者なんで圧倒されてる、すごいっす。ちなみに今日ソロで走られるのはやっぱ顔出ししてないとか、あ、それもありますね。もう基本的には自分のペースで走ろうっていう、あとマウンテンバイクなんで、あー、もう、あー、なるほど、そうなんですよ、マウンテンバイクなんですね。そうなんですよ。B4C さん来はった、ママチャリ電動ママチャリ、めっちゃ人集まってる、すごいな。これは取れ高がすごい、ヘローって書いてある、これ皆さん稼ぎますんで、すごいな、すごいわ、まさかの、いや撮影大会はすごい、もう圧倒されるわ。日陰組。ちょっと今から大事な説明をいくつかいたしますんで、はい、まあ、カメラ回したい人は回しながら聞いてください。コサイン変えてない人いませんか？ナナナさんがの、おばくの。始まったわ。始まりましたわ。とりあえず行きましょうか。道草ペダルさん撮影しますね。道草ペダルさんと YTK さん、ファッションチェック。ここが一番高そう。ここだけで、ここが上行って。ヨレヨレのヨレヨレ。1000円ぐらい。GU かなんかの。あ、すみません。GU で。ボロ。あ、まあ。これも安い、これも安い、これもまたアマゾンですよ。一歩間違えたらやばい入れ立ちです。そうです。あんまり横に行きたくないですけど、仕方なしにちょっと横行きますけど、おもろいわ。元気でしょ。え、あ、会いたかった、会いたかった。最近全然動画出してない。じゃあこんな感じですね。結構楽しい感じですね。めっちゃ詰め。YTK はこちらの半分ですから。じゃあちょっと行きますわ。かなり強めで行きますから。YTK は。OK。始まりました。すごいな。YouTuber すげえわ。マジで。ライトつける。てかめちゃくちゃ暑いな。はあ、なんかすごかったわ、熱量が。まあ、とりあえず行きます。なんかフォトスポットがあるんですけど、もう僕の今日のテーマは、堺市を楽しむということで、まあ3時半ぐらいまで、約5時間ですね、行きたいと思います。おー、いい公園やね、この緑地公園。なんか自転車で走ってる人もいるし、いやほんまに圧倒されたわ。いやあ、あれぐらいなんかできんとダメですね、やっぱ YouTuber は。僕 YouTuber ってことを忘れてましたからね、普通に。うわ、見たことある人やみたいな、テレビの芸能人と会うみたいな。僕なんか顔出ししてないから誰みたいな感じでしたね。まあ、それしゃあないですね。いや、顔出ししてても多分誰ってなりますね。なんか面白そうやな。こっちや、こっちか。
とりあえずシマノのとこ記念館向かいます、博物館。